学官院は、大学寮に付属する、大学別荘の一つである。なお、日本文徳天皇実録には、学官院イロハーザ類称には、学官院と表記されている。学官院は、上和14年、佐賀天皇の不登校大号、橘花の勝こ子と、右大臣橘花の志向によって、平安系の右京二条西大宮王子に創建され、広報元年には、 大学別荘として公認された。しかし、もともと財政基盤が脆弱だった上、立花の死の没落によって衰退していった。しかし、立花の死と遠赤関係にあった藤原氏が、是帝として相続した。12世紀にはすでに後輩していたが、付属の小園軍や地方間への推薦権は中世まで残り、学館院別等の称号も名誉職として残った。 同書、合唱3年5月人5条、九条金真の極要安元3年6月5日条及び一条、金吉の九字根源4月、梅宮斎場によれば、藤原金家の性質、藤原時姫の母が中納言、立花の清清の娘であったために、清清の彦にあたる関白、藤原道隆が、是定の地位を獲得し、その弟同長が、 子孫に継承させたという。大紀旧案3年の5月及び7月の上において、平時信が、賭場法王に対して、学会員の追垣が,が破壊されて、敷地が電磁となっている山上を報告して、再建を進言していることが書かれているが、その後再建されたとする記録はなく、再建されなかったものと考えられている。ただし、当時年許の権限を有していた3つの、 大学別荘のうち、管学院、小学院別荘の年居が毎年であったのに対して、学館員のみが革年であった事実からも、その衰退ぶりが裏付けられる。ありがとうございます。